はい、皆さんこんにちは、ラムコンちゃんです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ということで今日は水曜日といえば島パトなんですけど、今日はね、島村ちょっとだけ行ってきました。で、今日は、値下げのやつを1点買ったんですけど、先週に実は一部店舗に行ってて、それも一緒に紹介したいと思います。一部店舗に行った時の、まあ、Vlog を撮ってるんですけど、島パトのその様子は多分日曜日にアップすると思いますので、それもよかったら日曜日か来週ぐらいに見てみてください。ということでね、最近はなんか、こういうファッションしたい、ああいうファッションしたいっていろいろ買うよりは、ちょっとじっくり考えてる時期というか、自分はどういうファッションがしたいのかなとか、持ってるものでちょっと楽しんだりして、今はそういう時期に入っています。太陽さんの服は今回は買わなかったんですよ。シアーブーツはめちゃくちゃ気になったんですけど、あれはオンラインだったと思うんですけど、今買っても履くの3ヶ月後ぐらいかなって迷ってたらもう多分終わりましたよね。もう売り切れてる他のなんだメーカーとかでも多分いっぱい出てくると思うので、今回は我慢しました。はい、じゃあ早速ご紹介したいんですけど、まずちょっとさらっと小物から、じゃん、こちら今回買ってみました。島村のこのシートマスクっていろんな種類があって、全部税込み539円で30枚以上入ってるんですよ。31枚。なので、こう1ヶ月500円で1ヶ月持つのがすごい魅力的 で、前回はハトムギのやつ買って、今回はねこのビタミン C 買ってみました。でも使ったんですけど、これはすごいヌメヌメしてる、美容液が入ってるからすごくヌメヌメしてて、朝使うにはちょっと違うかなっていう感じのやつでした。前回のハトムギのやつはそのさっぱりしてたので朝ちょうど良かったんですけど、これはちょっと夜かな、その荒れたりはしないけど、感覚的にピリピリっとするかなっていう感じはしました。これはちょっとリピはないかなと思うんですけど、まあ、ここまで来たからにはちょっと全種類使ってみようかなと思います。はい、ということで1点目に購入してきたのは、一部店舗で気になってたやつがありましたので購入してきました。こちらです。はい、こちらの商品名が TT カシュクール裏毛プルオーバー M サイズ、中ハイ税込み1969円、521-6045、ポリエステル 65%、 綿 35% です。みんなで作る島村プロジェクトの、この低身長女子って書いてあるんですけど、インフルエンサーさんがコラボというかコラボレーションしたリンさんという身長153センチのインフルエンサーさんの商品になります。でも見た感じ低身長向けっていう感じはね全然しなかったんですけど、ちょっと形が変わってて気になっていたので購入しましたなかなかね一部店舗に行けないので、行った時に見つけたら買ってしまいますねはい、こんな感じです。ここがカシュクールになってて、ちょっとめくったら本当にインナー見えるのであれなんですけど、ちょっと変わっててねいいかなと思って購入しました。生地は正直めちゃくちゃいいってわけではないですね。ちょっとやっぱりちょっとペラッとしてるかなっていう感じなので、今だったらちょっとインナー着ないと厳しいかなと思うんですけど、ちょうどここの交わるところがおへそぐらいになるので、ハイウエストなものを履いとけばまあいけるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。後ろはお尻ぐらいがちょっと隠れるぐらいになってるけど、割とすっきりしてるデザインなので可愛いし、もしくたっとなってきたら部屋着にしようかなと思って買いました。普通に普段使いで私は使おうかなと思うんですけど、
なんかこういうナロースカートとかストンと落ちるスカートに合わせてらしたと思うんですが、はい、こんな感じのニット系のスカートと合わせてもリラックス感が出るので可愛いかなと思うし、ちょっと一癖あってねいいんじゃないかなと思います。で形も可愛いです、本当にちょっとフォロワーさんおすすめのね一部店舗に行ったんですけど、これ奇跡的にね残ってて、他にもねなんかコラボの一部店舗にしかないやつがちらほらあったりして、ちょっとねまた行きたいなと思ってる店舗です。はい、2店目は今日水曜日のしまパッドで買ってきた値下げ商品です。それがこちらです。はい、こちらの 2way のマルチキルトコート買ってきました。これはい、ブラウンのキルトのコートです。一応商品名が TT キルトマルチウェイコート L サイズ濃茶、税込み3520円のところを値下げで税込み1320円です。 528-3359 です。はい、これはあのね、いつ発売したか私もちゃんと覚えてないんですけど、ベルのコラボのやつですね。それでこの、あの若い方たちおしゃれなこの方のコラボになるんですけど、全然いつ秋ぐらい、まだ寒くなる前に発売されてたと思うんですが、多分これは結構ずっとねあの売れ残ってて、ちょっと値下げはしばらくされてたんですけど、ちょっとしか値下げされてなくて、でもともと3520円って高いので様子見てたんですね。でそしたら今日行ったら半額以下になってたので、あ、このタイミングかなと思って買ってきました。この本当に 薄手なんですけどね、薄手のちょっとペラッと中綿が入ったコートになります。で一応 2way で、見えますか、ここにスナップボタンがあるんですけど、これを取るとショートのコートとしても着用できるっていうことなんですけど、はい、まずはこれが全部つなげてきた感じです。あの L サイズなんですけど、 L サイズしか残ってなかったんですけど、実際着てみたら全然大きくないです。逆に L で よかったかなっていうぐらいの感じのサイズ感です。でポケットはこのスナップより上のところにあります。はい、でまあ裏地とかはないんですけど、風が通さないし感じになってます。ただこのつなぎ目がちょっと甘かったりするので、ちょっとここから風が入っちゃうかもしれないです長さは膝よりちょっと下ぐらい、160センチで膝よりちょっと下ぐらいになります。すごくシンプルでいいと思うのと、あとこういうのって大きいオーバーサイズが多いから、ちょっとこの肩周りがごつく見えちゃったりするやつとかも多いと思うんですけど、これは結構すっきりしてて余計な飾りとかもないので可愛いかなと思います。それでここを取りますね私はどうなんだろう、取ったりするかな、ちょっとおいおい考えようと思うんですが、はい、ここ外すとちょっと短いかな、ボトムスによるかもしれないから絶対着ないとは言い切れないけど、はい、こんな感じでショートだけで着ることもできますし、あとはこれは別でなんかこうあの寒い時とか膝掛けみたいな感じで、こんな感じでまあ膝掛けみたいなブランケットみたいとして使うこともできるかな、できるので、あとはユニクロのあのなんかさ防風スカートみたいにちょっとこうやってこの辺の防寒をすることもできるかなと思います。これぐらいの薄い中綿コートって意外と春先に便利で、僕
去年島村さんで買ったこれぐらいの薄さのやつ結構着てたんですね。これぐらいの薄い中綿だなと思ってたんですけど、意外と季節的に使えたのでこれも使えるんじゃないかなと思って買ってきました。座ってる時にお尻で圧をかけすぎると車の中とかなんかこのボタンがブチブチって取れちゃうかもしれないので、その辺はちょっと気をつけないとなと思います。でもまあ今から着るには 長めから始めるのがいいのかなっていう感じですね。程よい薄さでパッと着れるので犬の散歩にもパッと羽織れるかなって思うので購入してみました。これはね、ワンサイズ大きめの方がいいと思います。ぜひぜひ。ということで久しぶりの島加藤になりました。ちょっとこの先は私も発売がね、あるのかなっていうとかちょっとわからないんですけど、2月が割といい感じに、落ち着いてたので、またもう春物がドバッとね3月発売されるんだろうなと踏んでおります。はい、その中でもまあ今あるものをベースに購入したいものとか購入するものがあればまた動画にしていきたいと思いますので、ぜひぜひまたチャンネル登録してチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。